やっほー、相変わらずのんびりした顔をしているわね。でもほっとした。あなたはそうでなくちゃ。え、知らない、覚えてない。そっか、まあそうよね。私は女神イシュタル、美の女神にして金星を司るもの。せいぜい敬い、恐れながら貢ぎなさい。女神イシュタル、召喚に応じ参上したわ。美の女神にして金星を司るもの。豊穣、戦い、破壊をも司るこの私をせいぜい敬い。は？久しぶり？何言ってるの？あなたのことなんてこれっぽっちも。知らないけど。まあ、人間にしては悪くないじゃない？生意気にも。暑くなってきたし、そろそろ脱ごっかな。ん？何？気になる？ダメよ、お預け。私に夢中になるのは、もっと再臨してからね。霊気の強度がアップ！うんうん。もっとじゃんじゃん稼いでね、マスター。ありがとう。人間の体は窮屈だから、こうして育ててもらえるのは助かるわ。でも、私をこんなに強化していいの？手がつけられなくなるわよ。はい、目を開けて。本当はいけないんだけど、特別に連れてきてあげたわ。ここがどこか、ですって？見てわからない？人が憧れる金星の輝き。星々の海にたゆたう私。さあ、どこまで行こうかしら。まだまだ退屈させないでね、マスター。あっちあっち！外で面白そうなことやってるじゃない。宝石の匂いがするわ。急いで独り占めしに行きましょう。主従関係？私があなたと契約したのは、凡人のくせにけなげにあがいているところが面白かっただけよ。見ていて目が離せないって、面白いってことでしょ？女神と人間の関係なんて一つだけでしょ？せいぜい見上げなさい、見惚れなさい。それくらいは許してあげる。っていうか、あんた時々ものすごく強気じゃない？あいつが人に力を貸すなんて驚きね。この異変を起こした元凶の正体より驚きよ。何のことかって？決まってるでしょ。私を袖にした最高に趣味が悪くてわがままな金ピカのことよ。ほう、こたびのイシュタルは少しばかり頭が良くなっていると見える。父親への依存が消え、一人の神として自立しだしたか。幼くして父を失った娘の気質が、よもやあのダメ神を構成させるとは。運命とは、まことよくできた織物よ。ああ、ここにも来たんだね、彼女。さて、投げつけるもの、この辺に落ちてないかな。無名の英霊までいるんだ。人間らしい全体浄化の仕組みだけど、ひどいものね。ちょっと私、一言叱りつけてくるわ。カッコつけるのも大概にしろって。信じられん。以前から災難体質だと思っていたが、まさか、女神に取り憑かれるとは。よほど波長が合っていたんだな。素直じゃない系女性の原点というやつか。この肉体、よく馴染むわ。神代の巫女でもないのに大したものよ。まあね、聖杯とやらに縁ある人間のうち、一番性質の近い子を選んだんだから当然だけど。
何が怖いかって、私はケツアルクワトルが一番怖いわ。だってあいつ、怪物だけじゃなく神にもプロレス技仕掛けてくるのよ。しかもそれが超痛いの。コブラツイストでタップする神様とか想像したくもないでしょ。イシタルちゃん、ちゃおねえ、あれやって、あの金星投げるやつ、一度打ち返してみたかったのよね、私の自慢のこのマカナで。だから言ったのに、全体の後始末なんて押し付けられたら最後には必ず燃え尽きるんだって。でもそれがあの英霊が目指した理想の姿なんでしょうね。パールバティって言うんだ、あの子。私と同じ心霊付きみたいだけど、おかしいわね。ものすごく仲良くできそうなのに、首の後ろがチクッとするというか。あれ、本当に愛の女神？あの中東の女神、イシタルさんですか？綺麗な方ですね。因果的にとても気になります。でも、ちょっと派手すぎではないでしょうか。自由すぎるのも、時には困りものですよね。私の好きなもの？言っていいの？口にしたら、もらわないと気が済まないわよ、私。嫌いなもの。そりゃ、浪費、横山、ケアレスミスね。この体になる前から苦手だったけど、こうなってからはもうほんと自己嫌悪なのだわ。聖杯といえば、ウルクの大杯ね。願望機として使えるかは知らないけど、あれはあれですごいものよ。いつか私に送ってね、マスター。人間っていうのは、あれね。どんな時でも祭りが好きよね。集まるのが好きなのかしら。私を楽しませなさいとは言わないわ。人間にそこまで求めてないしね。せめて飽きさせないよう踊りなさい。それならちょっとだけ付き合ってあげるから。踊りなさいとは言ったけど、まさかここまで行動的だったなんて。砂漠に行ったり、溶岩地帯に行ったり、果てはわけのわからない固有結界。ごめんなさい、舐めてました。あなた、ウルクの民と同じくらい冒険的よ。私の扱いに慣れてきた？それは結構。あまり愚かな真似をして、私をイライラさせないでね。え？どうしてかって、そりゃ、ついカッとなって弓を撃ったりでもしたら大変というか、自己嫌悪で金星を壊しそうというか、何言ってるのかしら、私。私は完成されている。女神として、支配と采配を常として。だからかしらね。あなたみたいに未完成なものを長いこと見てると、変な気分になるっていうか。もう、まだるっこしい。要は、放っておけないってこと。もう、白状する。白状します。あなたのことが嫌いじゃないわ。だって、よくあがくし、よくもがくし、なんだかんだと最後まで負けないし。だから、これからは、私があなたの勝利の女神になってあげる。覚悟なさい。たとえ冥界へ逃げようと、その首根っこを離さないんだから。